テクスチャーの情報量を意識する、これがセルルックを表現する上ですごく大事な考えです。はい、夏森克です。今回はセルルックに特化した解説をしていきます。この講座はセルルックを構成する基本的なポイントを押さえた上で、より 2D アニメのように見せるコツを話していきます。話す内容は以下の通りです。順番に解説していきます。まず最初にセルルックの基本から簡単に解説していこうと思います。セルルックというのは 3DCG を 2D アニメのように見せる技術のことです。セルルックはより平面的に 2D アニメに近づけるように処理することが多く、主に輪郭線があって陰影がはっきりしている、いわゆるアニメ塗りがセルルックとなります。そしてセルルックを構成する3つの要素がありまして、それはこの3つとなります。まずセルルックを表現する上で大事なノードたちを紹介します。それはディフューズ、BSDF、シェーダーの RGB 化、カラーランプ、反転ノード、RGB ミックスの5つとなります。ディフューズ BSDF はツヤのないマットな質感を表現するノード、シェーダーの RGB 化は影の情報を色に変換するノード、カラーランプはグラデーションを使って色を追加するノードです。ディフューズ BSDF でマットな質感にして、シェーダーの RGB 化で影の情報を色に変えて、カラーランプで光と影をどのぐらい強めるかを調整するという流れです。この3つだけでもセルルックは表現できますが、テクスチャー画像などを混ぜたいのであれば反転ノード、RGB ミックスも必須です。反転ノードはノードの効果を反転するノード、 RGB ミックスは画像や色を混ぜるノードです。そして RGB ミックスは色1がベースとなり、色2がその上に乗っかるという仕組みです。テクスチャーを追加したい場合はセルルックノードを係数につなげ、テクスチャー画像を色1につなげた後にミックスモードを乗算にするのが基本です。そして影の色を変えたいのであれば色2から変更することで好きなように調整ができます。以上、この5つのノードがあればセルルックの表現ができますので覚えておきましょう。次は輪郭線です。いわゆるアウトラインで、これを追加するとより 2D アニメっぽくすることができます。マテリアルから輪郭線となるマテリアルを制作し、裏面を非表示のチェックを入れます。ノードは RGB にして、カラーは黒なのにしましょう。そしてモディファイアのソリッド化を追加し、幅を調整、ノーマルを反転、マテリアルの数値を変えることで輪郭線を作ることができます。また頂点グループからウェイトを入力し、ソリッドの頂点グループに追加することで線の強弱を変えることもできます。そして最後は方線転写です。キャラの顔にそのまま光を当てるとデコボコした影ができてしまい、違和感の元となります。それを防ぐために存在するのが方線転写で、頂点数の多い球体をあらかじめモデリングし、スムーズシェードをかけます。次にキャラクターの方にデータ転送を追加し、ソースを球体にし、円コーナーにチェックしてカスタム方線を選びます。あとは自動スムーズにチェックを入れれば転写することができます。この球体の方線情報を顔に転写することで顔の影が滑らかになるという仕組みです。以上がセルルックの3つの基本要素でした。次にこの要素を知った上で、さらに覚えておくといいコツを4つこれからお話ししていきます。最初はテクスチャの情報量についてお話しします。セルルックを表現する上でテクスチャの情報量を意識することはものすごく大事です。情報量といきなり言われてもピンとこないと思いますので、実際に2つのテクスチャを比較してみましょう。1つは細かい影を入れたテクスチャで、もう1つは平面的なテクスチャです。まずは影を細かく入れたテクスチャからいきましょう。こちらは影の境界をぼかしていたり、色もなるべくアニメ塗りにはせずグラデになるように表現をしております。通常であればこちらのテクスチャをそのまま使っても大丈夫ですが、セルルックを表現するのであれば少し問題が生じるのですね。どういう問題かと言いますと、情報量が多すぎるのです。セルルック表現というのは通常の 3D 表現とは違って平面的で 2D アニメっぽく見せるかが大事になります。ここに立体感を出すために細かい影、
豪華さを出すために色のグラデーションなどをたくさん入れてしまうと平面的な表現ができないのです。なので 2D 的な表現を目指しているのであればベタ塗りにした方がよりセルルックらしくなります。次にぼかしやグラデーションをほぼなくしたテクスチャーに変えます。情報量が減りましたが、さっきよりも 2D アニメっぽくなりました。テクスチャーをあえて平面的にし、ここにテルルックシェーダーとアウトラインを追加することでパッと見たとき 2D アニメに見せることができるということです。以上のことからテクスチャーの情報を最小限にした方がよりセルルックに近づけることができます。そしてここではこのテクスチャーをベタ塗りにしていきます。セルルックはベタ塗りで構成するのが基本となりますので、細かい影は昼なのでいっぺんに塗りましょう。こんなにがっつり消しちゃって大丈夫かなと思うかもしれませんが、がっつりで大丈夫です。影は基本的にライティングで制御しましょう。服の影はあまり描き込みすぎると浮いてしまいますので、入れるとしても必要最小限にしましょう。装飾も細かいですが、ベタ塗りにした方が見栄えが良くなります。髪の毛もつい描き込みたくなりますが、ここもベタ塗りにした方がいいです。描き込むとしてもハイライトを少し入れるくらいがちょうどいいです。テクスチャー塗るの苦手だなと感じている方はいるかもしれません。確かにテクスチャーを塗る作業はどうしても絵を描く技術が必要ですし、ハードルが高いのも事実です。そういう意味でセルルックも当然絵の知識や技術が必要ですので、やはりハードルは高いかもしれません。しかしセルルックの長所はテクスチャーの時間がそこまでかからないというところだと思います。いきなりリアリティのある凝ったテクスチャーを描こうとするとあまりに難しいため、頓挫の原因になりやすいです。セルルックであれば基本はベタ塗りなので必要最小限の描き込みで済むのが長所です。もちろんセルルックも影で前後感を出す方法や人体の構造など最低限の絵の知識は必要となりますので、そこはしっかり勉強した方がいいと思います。影はライティングに任せるとは言っても制御が難しい場合もあります。その場合テクスチャーに落ち影を塗って前後感を表現していくことをお勧めします。落ち影というのは物体に遮られてできる影のことです。例えば首周りは頭部によって光が遮られますので、ここに影を塗りますと奥行きが表現できるようになります。また髪の毛の後ろ側にも影を塗りますとより奥行きが表現できるようになります。セルルックを表現するのであれば瞳の描き込みもなるべくシンプルにした方がいいと思います。他の情報量が少ないのに対し瞳だけ描き込みすぎると瞳が浮いてしまい違和感の元になってしまうからです。周りとの情報量を考えながらテクスチャーを塗るというのがセルルックではとても大事です。これは完全に好みの問題なのですが、セルルックを表現するのであれば瞳のハイライトはやや大きめにした方が 2D アニメっぽさがより出ていいかもしれません。だいたいこんな感じですね。あとはライティングで制御します。実際に修正前のテクスチャーと修正後のテクスチャーを比較しましょう。情報量が最小限になりましたので、シェーダーの影と合うようになりました。セルルックはこのようにベタ塗りで 2D アニメのような表現ができますので、もしセルルックを目指しているのであればテクスチャーの情報量は最小限にすることをお勧めします。余談ですが、必ずしも全てをベタ塗りにする必要はなくて、例えば髪の毛にグラデーションをかけたり頬の赤らめを入れるなど少しだけ描き込むという方法もあります。ですので基本はベタ塗りで、その後各自好きなようにアレンジしたセルルックを表現できたらと思います。次はマスクで影を制御する方法を解説します。実はライティングだけで影を完全に制御するのは結構難しくて、
キャラクターやライトが動いたりすると落ちてほしいところに影が落ちないということが起きがちです。これを防ぐためにテクスチャーに直接影を描くという方法があるのですが、この方法だとテクスチャーの影と光の影の2つができてしまいます。意図的にやっているのであれば問題ありませんが、そうでなければ基本的に影は一つにまとめた方がよりセルルックらしくなります。そこで白黒のマスクを用いて影を制御するという方法がありますので、こちらを紹介します。まずは UV エディターから新規に画像を作成します。名前はマスクにしましょう。影が乗るのは白い部分で、逆に影が乗らないのは黒い部分となります。次にシェーディングから RGB ミックスを追加し、ミックスモードをミックスにします。テクスチャー画像を追加し係数につなげます。テクスチャー画像には先ほど作成しましたマスクに変更します。そして色位置にセルルックノードをつなげます。ミックスのカラーをもう一つの RGB ミックスの係数へとつなげて終わりです。一旦テクスチャーピントに移ります。現在マスクがすべて真っ黒ですので、一つも影が落ちない状態となっています。ここに確実に影を落としたい場所に白で塗っていきましょう。例えば首周りなどに塗ってみましょう。すでに首周りに影は塗られていますので、元のテクスチャーの影は消しちゃいましょう。実際にライトを動かしてみますと、どんなにライトを動かしても必ず首周りに影が入るようになりました。さらに濃度を調整することで影の範囲が決められますので、各自好きなように変えましょう。このように白黒マスクはより詳細に影を制御することができますので、ぜひ覚えるといいです。ちなみにセルルック表現をするのであれば、影の量もなるべくシンプルかつ少なめにした方がいいと思います。あまり影を入れすぎると途端に見た目がくどくなってしまい、セルルック感が損なわれてしまいやすいからです。そのため影の量は必要最小限ということを意識しながら影を入れるといいです。次にシェイプキーと方線についてお話しします。方線転写をするにはデータ転送モディファイアを使う必要があります。そしてこのモディファイアには一つ注意がありまして、それは適用するとシェイプキーで動かしたとき方線が乱れることです。実際に見てみましょう。まずは適用する前のモデルです。シェイプキーの値で表情を動かしますと特に問題ありません。次に適用してみましょう。シェイプキーの値を動かしてみますと影がデコボコしてしまいました。以上のことからデータ転送を適用する前にモデルを何に使うかを必ず意識しましょう。 Unity など他の環境にモデルを持っていくときはデータ転送を適用しなければいけません。その際シェイプキーの方線は乱れたままですので、例えば Unity ですと Unity 側でシェイプキーの設定をすることができますので、方線の乱れは解決します。しかしモデルを Blender 内のみで使うのであればデータ転送を適用する必要はありません。そのためデータ転送を適用するかしないかは以下のポイントで決めるといいです。データ転送を適用した状態でシェイプキーの乱れを直す方法は今のところありませんので、適用は慎重に考えましょう。次にセルルックを表現しながらテクスチャーを特化させる方法を紹介します。セルルックシェーダーを作ったのはいいけど同化させることはできないのかなと思った方はいるのではないでしょうか。実はこの2つを同時に行えるノードの組み方がありますので手順を説明します。最初に同化済みのテクスチャを用意しましょう。このままですと同化されず真っ黒に表示されてしまいますので、これを同化させます。シェーダーエディターからプリンシプル BSDF を追加します。ベースカラーを真っ黒にし、スペキュラーなどの値を0にした後一旦つなげます。次にベースカラーにつながっているノードを放射へつなげましょう。そして画像テクスチャーのアルファとプリンシプル BSDF のアルファをつなげます。マテリアルからブレンドモードをアルファブレンドにし、影のモードをアルファハッシュにします。これで画像が透過されるかと思います。このノードの組み方でセルルックと透過が両立できますので、ぜひ覚えておきましょう。ちなみに輪郭線がある場合はこのままですと透過されませんので、輪郭線マテリアルのブレンドモードをアルファブレンドにすることで透過されます。いかがだったでしょうか。
今回はセルルックを構成する基本要素3つとさらに大事な4つのコツを解説していきました。この3つの基本要素とノードの仕組みそのものを詳しく知りたいという方は過去にセルルックに関する基礎を解説しておりますので、もしよろしければこちらもどうぞ。皆様のモデリングライフがより充実することを願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。